めっちゃ痛い。皮がもうビリビリです。髪伸びた。え、そうなの、髪伸びちゃったの。めっちゃ切りたい。ちょっとカットが入ります。今お風呂上がったんで、今がチャンス。よいしょよいしょ。革靴で頑張った。いや、ほぼね、履いたことない靴でやりました、今日は。いや、まあ、もともとちょっと別の靴で靴で起こしたんですけど、そう、今日はロケに行ってきました、一人で。メガドン福祉。あ、そうですそうです、できました。でもメールでちょっと送ったら、写真の確認の関係で、今日ちょっと時間過ぎちゃって送れなかったんですけど、まあメール、なんか明日も一回そのメール送ります。昨日送る、今日送る予定だった分。そうなんだけど、でも私久しぶりにお仕事で落ち込んでます。なんか自分ってこんなにできないんだと思って、すごいショック受けちゃった。なんかダメだった。そう、まあ、ロケの経験がほとんどないっていうのももちろんあるんだけど、でもやっぱちょっとダメだった自分って何もできないんだなって思っちゃった。そう、すごい落ち込んでます今。びっくりするぐらい落ち込んでます。できなかったの。やっぱラジオロケとかもやってきたし、 MC とかも結構褒められることが増えたから、そう、頑張ろうと思って。しかも、TBQ さん多分めちゃめちゃ久しぶりだと思うんですよね、 HKT メンバーで。だから余計こう頑張んなきゃっていう気持ちもあれで、もうなんか全然できなかった結構ショック。途中のご飯休憩の時ちょっと一人で落ち込んじゃった。緊張しましたね。あとやっぱなんかこれはいいことなのか悪いことなのか、ラジオの癖で人が喋ってる時に絶対にかぶせちゃダメって思っちゃうから、余計なんだろう、喋れなかった。テレキューさん、そう、テレキューさん、そう。でもなんかまあやっぱ光ママとかディレクターさんとかは結構こう大丈夫だよみたいな感じで結構フォローとかしてくださってはしてくださったんですけど、でもやっぱなんか情けなくなっちゃった。6年目にしてこんなにできないんだと思って結構落ち込んじゃった。ロケ自体はすごい楽しかったんですけど、でもなんか自分のできなさにショックを受けちゃった。こんなにできないんだみたいな。カメラ映りもそうだし、喋り方もそうだし、そう。でもすごいいい経験をさせていただいたので、次やるときはもっとこうしようとかいうのができたんですけど、ただやっぱり私ネガティブだから根はさ、だからやっぱさ、こう考えちゃうね。あ、次呼んでもらえなかったらどうしようとか、ここで打ち切りになったら私のせいかもしれないとかすごい考えちゃって結構今落ち込んでるでもそう、選んでいただいたのはすごい嬉しいことだし、すごいことだと思うから、そう、そこは、まあ、とりあえず明日のイベントを頑張ります明日のリリーベを切り替えて頑張ります。はい、いや、なんかさ、やっぱさ、こう次もつなげられなかったらっていうのがさ、やっぱこう私結構そういうの考えちゃう人なんです。別にそれって私が
関係してなくてもめっちゃ考えちゃうからわーって感じわーって。やっぱ自分の良さを出すって難しいなって思いました。外で空気空港の迎えの子が変わらないと思います。まあなので次もしそういう機会があったらもっと頑張ろうと思います。でもなんか編集でいい感じになるから大丈夫だよって言ってたからそれを信じてあとお願いしようと思います。土曜の渋谷撮りました。あら、ありがとうございます。明日はなんだっけ、キャナル。今日の服、英語おにぎり。じゃじゃーん、おにぎり正解。明日はキャナル、14は渋谷、15はアットジャム。待って、唇が探しすぎ。はい、京都行きたかったな、マジで。今も京都行きたかったんだけどな。体調はね、大丈夫そうです。昨日に比べたら全然。明後日は公園だ。明後日公園？私公園？違うか。記念配信か。12は公演じゃないね。自腹で行けるんじゃなかったっけ。自腹で行こうかなと思ったんですけど口内炎がさ、いっぱいできちゃった。ねあるし、あとここにもあるの、ここで蚊がさ、蚊半ができそうなの。マジで痛すぎる、本当に痛い。なんかもううがいってかペってするのすら痛い。これ伊達じゃないです、これ本当のやつです。この家マジで痛すぎて本当に無理。口の中本当に取れそう。取れそうはないけど。なんだろうね、この口内炎は。でも最近噛んだりとかじゃないんだよね。口内炎ね、今多分4個ぐらいある。そう、よく聞くパッチはね。てか待って、そうだ、その薬局とかドラッグストアっていう言葉で燃やした。なんかさ、昨日かなんかメールでさ、体力勝負みたいな、あとじゃあまあ体力勝負ですよねみたいな書いて、体力つけなきゃどうしようみたいな書いたら、みんな同じサプリを勧めてきててリナメで
配信見たら本当にみんな同じ同じサプリ進めてきててちょっと笑っちゃったよねマジでみんな同じサプリなんだっけ、ちょっと待ってよ、なんだったっけ、アミノバイタル、みんなアミノバイタルって書いててめっちゃおもろい、みんなアミノバイタル、アミノバイタルって書いてて、そんな聞くんだアミノバイタルと思って、すげえ笑っちゃったよね。東京リリース配達近い全完売、1時間前はまだ待つ、1時間前に気づいた時に取らないからだよ、そんな空いてるからまだいけるぜとか思ってるからダメなんですよ。これおじサプリなの？え、でも女の子も書いてたよ。あ、そうだ、みんなタクナルのいっぱいリポストとかしといてください。いっぱい拡散しといて。ステッカー？なんだ？しますね。タカさん、あげありがとうございます。大事な仕事だなと思ったので、そうだよ、毎回して、悲しいんだけどにな。煎じ札付きは配信でかな。ほんと、煎じ札の人どこに載ってた？公式のあれ載ってる？今さ、 HKT の公式さんといろんななんかリリースの関係のリツイートとか結構いっぱいしてくれてるからさ、見つけらんなくて、どの投稿をどうしようみたいな。そうだから、なんかどうしようどうしようみたいな。事務所で最近プレゼントまだ受け取ってないかも。公式リンク載せてます。あ、本当？アメバの方ね。オッケーオッケー。エイカさん、クマありがとうございます。ヨドバシ京都の天井からポスター、タペストリーが垂れてるのに、みんなじゃん。いや、そう、それ見に行きたいんですよね。いつまでやってるんだろう。1週間くらいか。うん、ね、今日ご飯食べてないんだよね。そういえば夜ご飯、朝食べて、ロケでちょっと食べて、それ以来何も食べてないんだよな。何食べようかな。今の時間から食べれるものってあるかな。あら、またしちゃうよ。最高じゃん。21の京都リリーベまであるんじゃないかな。21までにでも京都行けそうな時ないしな。食欲ないというか、今日はもう疲れちゃって帰ってきて寝てました。ずっと寝て、でもお風呂をしっかり浸かろうと思って1時間半ぐらい浸かってました。明日のために寝てるは全然ない
でもコンサートまでにちょっと痩せなきゃいけないんですよね。コンサートで着る衣装がさ、もうキューってやってたから、もうキューって本当に細い衣装1個2個着るから結構やばいかも。頑張んないと衣装はち切れちゃう。でも今日は多分ね寝れると思う。いっぱい明日は、ラジオのリモート収録とゆじりべです。お楽しみに。ゆじりべ来るよね、みんな。稲刈りの炭具合でそうだね、今お米が少ないって言われてる時期だからね。まあ、少ないかどうか分かんないけど大事だよそれは。アサリ食べてない。アサリ食べる機会がない、なかなか。TVer もある。あ、本当？ぜひ皆さん見てください。でも本当1ヶ月後なので今日収録したんですけど、秋、一応秋の放送だから、あのお洋服も秋仕様にして長袖で、でもちょうどよかった。なんかあれぐらいが今もおしゃれだったでしょ、あの茶色のジャケット。そう、それがあったので今日は長袖で。雨はね最初降ってなかったの、ただなんか途中から降り始めちゃったけど、でもその後すぐ終わったので全然。東京リリーベ2部が少しとお見送りかな。私は何部だ、私でも2部もしかして。インスタのフォロワーが 1.1、 あ、そう 1.1 になりました、ありがとう。なちゃん1部、あ、1部でも1部はなんかこの前もコメントで来てたけど、お強いメンバーが集まってますから。逆に2部誰だ、誰が何部にいるかちょっとまだ把握できてない。誰と一緒かは覚えてるけど、ミユミナクルレイヤー、うーん、16は週末にヒリーカに行きたい。行きます。あ、来て来て、ぜひ。私はパルコのどこだっけ、名前が出てこない。ビレバンじゃなくてビレバンが出てくる、いつも頭の中に。ビレバンがリナを邪魔している。トワレコだ。タワレコぜひお願いします。タイマーかけてくれて遅れてやばいと思ったけど、なんとか1、3分取れた、ありがとう。
ボケてボケてドラレコいいよ、ボケんで。でも印藤さんのあのあれも撮りに行きたい、写真。今日撮れなかった。あら、そんなでもいっぱい即完売してくれるんだ、嬉しいね。チブが一番最初だ。さすがさ、素晴らしい。みんなこれシーンいた、あ、シーンいたの。ナベルの勝ち打てたの。サイン付きだったら、私サインは多分ついてないんで、多分あ前回 CT ショップのイベントの時に書いたから、私多分インドさんに書かないんじゃないかな今回。PC 故障中 CD 行けないね。なんで？直して。でもなんか一人だとさ、なかなか撮れないじゃないですか、そのポスターと一緒に写真を。だから誰かを連れて行かなきゃいけないんだよな誰か連れて行こうかな。メイクした状態の時に行きたいな。奈良季節なんでなんで？私さ、ちょっとびっくりしちゃったコメントがあってさあ、なるちゃんに私が会いに行ったじゃないですか、ファンミに。でそのツイートになんか「ハンちゃんも誘ってあげてください」みたいな書かれて、えっ、ー、と思ってないや確かにハンちゃんも好きですけど、千葉エリーちゃん、千葉エリーさんね、好きだけど。でえって、ハンちゃんも多分行きたかったと思うんですけど、あの一緒に出張公演行こうねみたいなお話はしてたんですよ。そう一緒で、その時にファンミの話を軽くした気がするんですけど、お互い多分仕事の予定が分かんなかったから、そうだからまあそこでなんかそっちも一緒に行こうねっていう感じじゃなかったんですよ、その時は。そうでそれで普通に私も前日大分その鳥にたみに出て急いで行ってみたいな感じで、それでマネージャーさんにもともと言ってたので、お願いしますって言ってその日お願いしたんですけどなんかハンちゃんも行くならハンちゃんも連れてあげてくださいみたいなえいや別にハンちゃんのことは全然好きだし大好きだし全然あれなんだけど、連れて行くとかいいんだけど、なんかそして私 AKB さん好きな子みんなに声かけなきゃいけなくなっちゃうよと思ってと思ってびっくりしちゃった。いやと思って、確かにその呼んであげた方が優しい先輩かもしれないですけど、そしたらみんなに聞かなきゃいけなくなっちゃうから行く？好きだよね、行く？行く？え、好き、好きって言ってたね、行く？行くよねって。だから、そんな、なんか、そんななんか、なんか、なんで連れてあげないんですかみたいな。えーって。いや、別に、怒ってはないと思いますけど、その人も。
ともとなんかめっちゃ約束してたとかだったらあれですけどそういうわけでもなかったのでちょっとびっくりしちゃいましたね、コメント見て。ってと思ってちょっとびっくりしちゃったの、コメントに。ハンジは全く悪くないんだけど、だからまあ今度からちょっと誘おうかな、積極的にちょっとこっちから声をかけようかなと思いましたけど。なんかさ、そうじゃん、なんかおせっかいになっても嫌じゃないですか。あ、まあでもその後そうハンちゃんからあの LINE で行ってたんですかみたいな、わあ行きたかったみたいな感じだったから、それ聞いては誘えばよかったと思ったけど、そうそう、ドンキホーテのドンキのお姉さんです。まあなんでね、今度会った時はまたなんか、そうでも出張公演もともと一緒に行こうねみたいなお話はしてるので、そう出張公演もごめんね、一緒に行こうねみたいな、そうもう言ってたから、マネージャーさんにはも言ってるからって。青白岳さん、クマありがとうございます。爪の黒のリボンでしょ。最近お肌の調子がちょっとだけ良くなった、美容液のおかげかな。ドンキのお姉さん、皆さん拡散してくださいね。ひかりママのツイッターがさ、ラジオのやつしかなくてさ、インスタも見た感じなんかなさそうだったからさ、メンションできなかったんだよね。何なかん、なんかなかったんだよね、調べたけど、どうなんだろう、私が見逃してる、見落としてるだけかな。どうなんだろう、選抜だとロケの仕事、いやそれは関係ないと思います多分。じゃなくてもやっぱ出てる人は出てるし、その子に会ったっていうのはあると思います。西のミライブ東京カミング、あらありがとうございます。寒い、ちょっと冷房を落としてこようかな。ただちょっとよいしょ、あれだだだ、そうだね、みんな今日かわいいピクミンのねヘアクリップを買ったんだ。じゃん、かわいくない、ドンキで買いましたロケ途中にドンキで買いました。なにちゃんの好き、そうなんですよ、今月全然公演出れなくてマジで結構ショック。なんか赤ピクミンって書いてあるけど、これ絶対キーピクミンだよね。かわいくない、このシリーズさ全部欲しいんだけどちょっと迷ったんだよね。でもとりあえずお花かわいかったから黄色ピクミンにしてみた。絶対黄色だよね、これ赤ピクミンって書いてあるけど、かわいい
ピクミンのガチャガチャも全然見つかんなかったしさ、欲しかったやつ。写真だけ撮っとこう。なんか暗いな。なんか。赤です。バラじゃないの、絶対赤ではないの。かわいい。キーピクミンは高く飛ぶ。黄色ピクミン、なんかさ最近さ、なんかさインスタのさあれが変じゃない？なんかなんていうの、これなんていうんだっけ、こういうの、何回も繰り返しのやつ、なんかあれ変じゃない？私のだけかな、バグってんだよね。なんかね、あ、ブーメランだ、ブーメラン、なんか変なんだよね。え、そう、仕様は変わったんだけど、インスタのビリアルやってるよ、ちょこちょこ。なんかブーメランがさめっちゃ変なんだよね、めっちゃ短くなった。なんでだろう。なんかね、今までだったらブーメラン撮るだけでなんか2秒ぐらいの動画がこう繰り返しされるようになってたんだけど、なんか最近なんか変なんだよね。インスタブーメラン変、あ、短い、あった、これだ。3種類のパターンとは、割と長押しするんだ。あ、そういうこと？なんか割と長押しって書いてるわ。ちょっとやってみよう。あ、本当だ、なった。これか。こういうことか。オッケー、分かったぞみんな。こういうことだ。でも顔がブス。お風呂上がりすぎる。どうやったら可愛くなるんだろうな、難しいな。ストーリー通知をぼちると別の人のストーリーが常に出てくる。なんでだろうね、それは。なんでだろう。トレンドのエフェクトを見てみよう。ふわふわとか、ふわふわ真っ白だな。ブルー、あ、ブルーだ。ミヨーンと
ロシェルなんじゃない？ちょっとこれ使ってみよう。熊がすごいね。私ここの熊がやばい。どうしよう、もう本当に熊が髪乾いてないよ全然、びしゃびしゃよ。赤ピクミン、チェック、黄ピクミンやで。これでいいや、あとで乗せるね。振られるとき、他に好きな人ができたと好きじゃなくなった、どっちが傷つけないと思う？うん、でも結局好きじゃなくなった原因が他に好きな人ができたの可能性があるわけじゃん。だからさ、それでもで途中でも変わんないっていうかさ、結局他に好きな人ができたの方があれなんじゃない？だって結局なんでって聞かれるじゃん。今 TikTok 見てるかわいい。本当？ありがとう。なんで好きじゃなくなったのって絶対聞かれるじゃん。でもそこをさ絶対ごまかすってことは絶対無理だと思うから。ってなるとねえ、じゃない？そこをなんかうまく切り抜けられるならいいけど、結局最終的に言わなきゃいけなくなるならもう言うしかないと思うけど、他に好きな人ができたをごまかされて後で判明して傷ついたのは自分です。あ、いました、傷ついた人が。ダメです、ちゃんと言ってください。もう他に好きな人ができたら言った方がいいと思います。 HKT 公式 TikTok 稲ちゃんのアップされてない？あ、そう、まだされてないです。ただあれ、衣装があまりにも踊りにくすぎて全然踊れてないけど、そうダンス下手なのもあるけど全然踊れてなくてちょっと心配。めっちゃ踊りにくいな。ジャケットみたいな、ジャケットっていうか軽くさカーディガンみたいなのを羽織ってるから、あれの紐がもう顔にベチベチン全然踊れないな。でしょ、 MV 超頑張ったもんだから、あれで踊るとき、そう黒衣装で撮りました。教えの野鳥はなんかさっきコメントで来てたから。じゃあみんなで振るの今から。結構ね、いやそんな時間もなかったから 3,4 本ぐらい撮ってどれが上がるか分かんないって感じ。赤は全然まだ動けます。もう赤は余裕です。かわいいピクミン、ピクミソ参考にする本当。うん、頑張って。なんでか分かんないけど、まあでも仕方ないよ。だって人間いっぱいいるんだから、それは好きな人が他にできることもあると思うし。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは飛ばない、黄ピクミンは高く飛ぶ、紫ピクミン力持ち、なんとかピクミン毒がある。待って、私の TikTok 40回しか再生されてないけど、そんなことある？本当に40回しか再生されてないことになってるけど大丈夫？そんなこと本当にあります？え、絶対そんなことないよね。更新しても40回のままなんだけど、
姉ちゃんの TikTok いつもえなんで、TikTok もなんかねあれなんだよな、バグってるんだよねちょっと。なんか TikTok さ、誰々がいいねをしましたとかの通知は来てるんだけど、再生回数が40回から増えないっていう。40になってた。え、じゃあみんな40回しか見てないってこと？ 40 人しか見てない。あ、43になってる。え、本当に40人しか見てなかった可能性あり？何回しても増えなかった。本当？みんな40、今43です。本当に40回節過ぎてちょっとしんどいんだけど。ありがとう、今の間見てくれた3人。とても嬉しい。泣きキスしてあげたい気分。10。TikTok さ、マジでさ、全然知らない人を勝手にフォローしちゃうんだよね。なんか、スってスワイプするだけでさ、触ったのがさ、判定になっちゃってフォローとかなって、たまにさ、フォロー欄見るとさ、誰この人みたいな。本当に知らない一般の人とかをフォローしてて。誰みたいな。なんでだろうみたいな。あ、やべ、58分だ。13位、アプロさんありがとうございます。12位、ダッチャーさんありがとうございます。11位、セイチさんありがとうございます。10位、ションションありがとうございます。キーマサミヤさんありがとうございます。8位、シルちゃんありがとうございます。7位、長寿郎さんありがとうございます。6位、スプッチンありがとうございます。5位、シュンくんありがとうございます。4位、BB さんありがとうございます。3位、大城武さんありがとうございます。2位、タカさんありがとうございます。1位、エカさんありがとうございます。そう、慌ててごめんと思いながらフォロー外す。じゃあありがとうございました。明日はリリーベ頑張ります。来る人よろしくお願いします。来ない人もまあ応援しててください。バイバーイ、おやすみなさーい。